長水温竹長水温竹は、沖縄県宮古島市平良座西里にある歌器。別名、司屋。恋角と姑玉名玉の男女二神を祀る。琉球王国建国以前から信仰を集めている歌器であり、宮古島の創世神話をはじめとする多くの神話と伝説の舞台でもある。宮古島が作られた後、天より、恋角という神と姑玉名玉という女神が、 多くの神々を従え長水に降り立った。人間と天地の万物一切を作った後天に戻った。ここに宴を立ててよく拝み、島は大いに賑わいさ書いたという伝説である。平らの重屋に、貴人の夫婦が住んでいたが子供がなかったため、授かるよう天に祈ったところ、美しい娘を授かる。若くして身ごもったため両親が問うと、 若い男が毎晩呼ばいでネアを訪れていたという。父が男の居場所を突き止めると、それは、潮水のイベの洞窟の中にいたオロチであった。その晩、身ごもった娘の夢枕に、オロチが現れた。大蛇は自らを恋かく、島立の神と名乗り、島の守り神を作るために、娘の元に来たという。娘は三人の娘を産むので三歳になったとき、 うったきに連れてくるようにオロチは告げた。果たして娘は、オロチの言う通り三人の上司を産んだ。子供らが三歳になり、うったきに連れて行くが、大蛇の恐ろしさに母は逃げ帰った。子供たちはオロチを恐れることなくそれぞれ首、銅、尾に抱きつくと、オロチは涙を流して喜び、子供たちを島の守り神に変えうたきの中へと姿を消した。大蛇は光を放ちながら、 天に昇っていった。18世紀中頃にまとめられた、宮古島記事質疑という宮古島の神話、伝説と昔話をまとめた本によれば、地上の守護神となることを小一角が天帝に願い出ると、天帝はこれを祝福し、天の岩戸の先端を追って大会に投げ入れ、宮古島を作ったという。その後、小一角は、姑名玉という女神を伴い現在歌器のある地に、 降臨し多くの神々を生み育て、そして、人々が繁栄を得た、と記されている。ただし、同志本州家父によれば、南側の石垣は、1500年の親家赤八の乱に、際して、中曽根豊臣親が、神霊の加護でお赤け八を正当した赤月には、神域を整備することを計願いし、戦に勝利した後に築いたものとされる。 2017年12月2日には老朽化した鳥居を建て替え、落成式が行われている。ありがとうございます。